はい、どうも皆さんこんにちは、マカベイです。マカベイの米株取引というブログを書いていて、アメリカの投資家ジムクレーマーをフォローしています。2月25日金曜日のマットマネーですけども、この日ね、株式市場続伸の日になりましたよね。ダウなんか2020年の11月以来のベストの日になったと。いやー、大きく上がりましたよね。ダウはプラス 2.51% ですよ。すごいですよね。で、 SP500 がプラス 2.24% で、ナスダックがプラス 1.64%。 まあ、ナスダックの上がりがね、一番小さいですけども、でもナスダックね、木曜日にゴーンとね、一番上がってたんでね。ということでね、 SP500 もナスダックも今週マイナスじゃなくなったですよね。これでね、俯瞰で見てみるとね、これ999ですけども、いや、ほんとね、ドーン下がってたんですけども、木曜日金曜日とトントーンと上がったというね。で、 SP500 もね、これね、 SPY ですけども、これもトトーンと上がったと。で、ジムクレーマーね、もうほんとね、ウォール街はもうずっとここのところね、ロシアがね、本当にウクライナに攻め入るんじゃないかと、すっごい心配してたから、ドーって下がってきたわけだって言ってるんですよね。どんどん株式市場下落して、だけどね、いざ本当にね、戦闘が本格的に始まったら、なんでこんな上がり出すのと、そんなことあんのかと、なんでこんな上がるのかと、ウクライナの状況、本当に恐ろしく悲惨だよなと、マーケットには心がないのかと、お前のね、木曜日に言ってたみたいなことね、また言ってるんですけども、心ないんだよね、マーケットにはってことなんですよね。マーケットは悲惨さにね、必ずしも寄り添って動くもんじゃないんだと。ウォール街はでもね、戦争は終わってほしいんだとジムクレーマー言ってるんですよね。なぜなら、ウォール街が一番好きなもの、それは確実性だからだって言ってるんですよ。ウォール街はね、不確実さを嫌うんだと。もう何よりも嫌い。極度に不確実さを嫌うんだって言ってるんですよ。そしてね、不幸なことに、ロシアとウクライナの状況っていうのは一方的なんだよなって言ってるんですよね。ロシアがウクライナに侵攻したら、結論はもう疑いなく一つしかないような、そういう状況なんだと。プーチン大統領ね、ウクライナに対して本当圧倒的な武力持ってるわけだから、だから今ね、株式市場でブルが上がっていくにつれて、もう不確実性っていうのもね、どんどんなくなっていってる。これがね、上がる要因の一つというものだと。で、木曜日に言ったように、リセッション予測というのももちろんあるんだけどなと。わあ、戦争始まったらフェッドの利上げ緩やかになるんじゃないか的なね、そういうことももちろんあるんだけどと。で、ジムクレーマー、しかしラリー・ウィリアムズはすごかったな今回もって言ってるんですよ。自分の水曜日のチャートの回見てくれたって言ってるんですよね。でね、僕ね、これはね、メンバー限定動画でやったんで、ご興味ある方はね、ぜひね、メンバー登録お願いしたいんですけども、ジムクレーマー、ほんとすごかったよな今回もラリー・ウィリアムズ。まだ全然ね、プーチンが攻め入る前からね、ほんともう特定のチャートだけで、いや、マーケットもうちょっとでボトム形成するよと、そう言ったよなとラリー・ウィリアムズ。あの下落の真っ最中にって言ってるんですよね。誰もこんなに上がるとは思ってない時にラリー・ウィリアムズだけが言ってた。今回もすごかったよなと言ってるんですよね。まあでももちろんね、こっからどうなるのか、それはそれでね、別で考えないといけない。で、ジムクレーマーね、この金曜日、自分のファンドはどういう動きしたかというと、ジムクレーマーのファンド、ちょこちょこ利確したんだよなって言ってるんですよ。なぜならば、もしかしたら来週下落基調にまた行くんじゃないかなと、そういう可能性があるから、そうなってもいいようにちょこちょこ利確したんだって言ってるんですよね。じゃあなんでね、この木曜日と金曜日トントンって上がったのに、来週ね、これが続くんじゃなくて、あれ、もしかしたらまた下落に行くんじゃないかと、なんでジムクレーマーそう思ってるかということも含めて、さあ来週のゲームプラン行ってみようじゃないかと、そういうことなんですよね。で、これね、ジムクレーマーのね、恒例の来週のゲームプランですよ。これね、拡大したやつはこれなんですけども、ジムクレーマー、まあ、いろんな注目決算あるけども、まず真っ先に言いたいのはこれだと言ってるのが、パウエル議長、2回演説するんだよって言ってるんですよね。で、この水曜日の、この下院の金融委員会でまずね、半期に一度の議会証言やるんですよ。で、さらに木曜日、これはね、上院なんですけども、上院の銀行委員会で喋るんですよね。これも半期に一度の議会証言なんですよ。で、パウエルさんはこれなんですけども、あと例えば、月曜日と火曜日は、アトランタ連銀の総裁の講演があるんですよね。で、水曜日、パウエルさんだけじゃなくて、シカゴ連銀とセントリス連銀の総裁の講演がある。で、木曜日は、ニューヨーク連銀の総裁の講演がある。だから、ここら辺でね、ほんとね、FOMC 3月にあるけども、それって結局どうなっちゃうのという、こう手がかりが得られるんじゃないかと、そういうことなんですよね。さらにジムクレーマーね、金曜日、ここ、雇用統計の発表あるだろうって言ってるんですよ。で、これらの出来事で、やっぱり次の週っていうのはどうなるかっていうと、みんなの目が結局ね、インフレに向いてしまう。インフレに注目が戻ってしまう。そういう週になるんじゃないかと言ってるんですよ。で、ジムクレーマーね、今のマーケットっていうのは、2つのテーマを同時に処理しようとしてる。で、その2つのテーマっていうのが、
ロシアのウクライナ侵攻とインフレの加熱ですよ。でジムクレイマーね、今までのこの1週間はロシアの週だった、ウクライナの週だった、だけど次の週はまたねインフレに戻るだろうって言ってるんですよね。インフレの週になるだろうと。で幸運にもね、まあここ2日間大きく上がりましたけども、ジムクレイマー、ここ上がったからといってまだまだ株式市場高値から比べるとね、まだちょっとは割安の状態なんだよなと言ってるんですよ。でそれは幸運なんだけど、だけど不幸にもインフレの加熱ぶりは今ねめちゃくちゃひどいから、だからねパウエル議長ね、経済壊したくはないだろうけども、今のこのね40年以上ぶりっていうねインフレをね恒常的にシステムの中に組み込みたくは絶対ないだろうと。パウエルさんだからこの週ね、ほんとねパウエルさんこことここで喋る。でこの雇用統計、これらによってはまたね、うわマジインフレやばいよってことになって、でフェッドね結局ねアグレッシブに行かなきゃいけないんじゃないかみたいな、そういうことにもなりかねないから、だからジムクレーマー、もしかしたら下落の週になるかもしれないから、金曜日ちょこちょこ上がったところでもう利確したんだと、そういうことなんですよね。でね、来週のゲームプランなんですけども、このマクロの視点の他に何があるのかというと、やっぱね注目決算がいっぱいあるよと言ってるんですよ。で月曜日は HP とワークデーとズーム、この3つのね三者三様の会社の決算発表で、まあ大体テクノロジー会社が今どれぐらいよくやってるのかこれ分かるかもしれないよって言ってるんですよね。でこのね HP なんですけど、まずこういうね HP のようなコンピューター会社、これはねほんとね、それはそれはひどいサプライチェーン問題抱えてるんだって言ってるんですよ。でジムクレイマーね、デルの決算聞いたって言ってるんですよね。業績悪かったよなと。でそうなんですよね、2月24日の決算発表あって、売上はねビートしたんですけども、EPS が予想 1.94 のところ 1.72 とミスったんですよ。でジムクレイマーね、こうやって EPS とかミスるの結局ね何が原因かっていうと、部品が手に入らないからだって言ってるんですよね。だから株価こうトーンと落ちてるんだと、サプライチェーン問題だって言ってるんですよ。でこの業績の悪さっていうのは需要が低いからじゃなくて、本当に部品が手に入らないからで、だからこれね HP もね同じような状態があるのかどうか、これちょっと心配だから、これ注目しようじゃないかって言ってるんですよね。で月曜日なんですけども、さらにワークデーの決算発表あると。でこれあれですよね、会社向けに人事とか財務関連のクラウドアプリケーションの企業ですよね。でまあこの HP はサプライチェーン問題だったけども、ワークデーはワークデーで違う問題があるんだよなと、ジムクレイマー言ってるのが、株式のバリュエーションが高いんだと、これが問題なんだよなって言ってるんですよね。フォワード PR63 ですよ、60超えてると。でこれに関してはこの企業の決算見たかと、ジムクレイマー言ってるのがこれですよ、 G スケーラーの決算見たかって言ってるんですよね。それほど悪い決算じゃなかったけども、ドーン株価下がっただろうと。で 15% 以上下がってるんですよ。でねこれね、2月24日の決算ね、売上も EPS を B としてね、まあ、ちょっと通期の EPS のガイダンスはミスったんですけども、そんなに悪い決算じゃなかったんですけども、ジムクレイマー、だけど G スケーラーね、バリュエーションの高さに見合ったとびきりいい数字でもなかっただろうと、だからドーン落ちるんだと決算後に。だからワークデーもね、バリエーション高いから、まあ、ここまで結構下がってきたけども、とびきりいい数字じゃなかったらね、ドーン落ちる可能性もあるよと。だからここね注目しようじゃないかと、どうなのか。で月曜日最後なんですけども、ズームビデオの決算発表あるよと。でまあね、パンデミック収まってきてるから、この会社今どうなってんのか、ジムクレイマー心配だよと言ってるんですよね。まあ注目しようじゃないかということで、ズームの株価ね、いやーほんとね、ほんととどまるところを知らない下落ですよね。トゥモローネバーノーズですよ、ほんとにね。はい、火曜日なんですけども、ジムクレイマー、まずねターゲットの決算発表あるよって言ってるんですよ。でここまでターゲット株ね大きく下がってきたんだけども、この日はプラス 4% とちょっと持ち直して、これこそがねターゲット株の真の動きだと言ってるんですよね。でターゲット、さあ今回の決算どうなるのか、ビジネスは素晴らしくやってるよというのか、もしくはサプライチェーン問題で在庫不足とかね、あとは値上げに苦しめられてるよというのか、これどっちなのかなと言ってるんですよ。でそれに関しては、例えば最近のねローズの決算、これね2月23日にあったんですけども、これは良かったよなと、だから株価ねまあまあ持ちこたえてるよなと。ただ対照的にホームデポの決算、2月22日の決算ね、これは決算後ドーン売られたよなと、やっぱり値上げに苦しめられてるから。さあターゲットはローズのパターンになるのか、ホームデポのパターンになるのか、これちょっと分かんないなとジムクレイマー言ってるんですよ。だからなんかねちょっとサイコロ振るような今状態で、自分的には全くランダムで分かんないから、だちょっとタッチはできないなっていう感じなんですよね、ジムクレイマーね。でまあターゲット、まあちょっと見守ろうじゃないかと、決算前に動けないなっていう感じなんだけども、まあじゃあね
同じ火曜日に決算発表があるコールズはどうなのか。こう百貨店ですよね。こっちの方にね、なんかね、じゃあなんかかけてみようかな、上か下かみたいに思ったって、こっちはこっちでね、ちょっと微妙なのが、コールズ、買収提案あったよなって言ってるんですよね。で、そうなんですよね。1月の終わりの方に、シカモアパートナーズとかね、スターボードバリューとか、そういう投資ファンドが、コールズ買収したいんだけどって打診したっていうニュースがあって、だけどコールズ、それね、安すぎるからと断ったんですよね。で、そうごたごたしてるからコールズも難しいよなって言ってるんですよ。で、例えばね、シカモアパートナーズ、65ドルで買収するよっていう提案になったんで、だからね、そのニュースがあってから65にトーン飛んで、だけどどんどん落ちてきてるってことで、こっちはこっちでワイルドな動きだから、ターゲットはね、上か下か予想つかないけども、これも本当ね、予想しにくいよなと。まあでもどっちにしろね、ターゲットもコールズも、業績がどうかに注目しようじゃないかと言ってるんですよね。はい、で、火曜日さらに、ドミノピザの発表あるよって言ってるんですけども、ドミノピザの株ね、多くのレストラン株と同様に株価ね、最近下がってるんだけども、まあめちゃめちゃ素晴らしくやってるというよりは、安定したビジネスをやってるよなと、ドミノピザ、ここのところね。で、もし今回の決算で、いい数字を発表しなかったら、そしたら、もしかしたら投資家はね、ああ、そうか、ドミノピザってコビットプレイだったのかと、ドミノピザの株、コビット時代の勝者だったんだなと、ポストコビットじゃダメなんじゃないかと、そうやって決めつけられてしまうだろうって言ってるんですよね。で、たとえね、コビット19関係なくね、長年株価が上がってきてたとしてもそうなんだと、だからちょっとね、どうなるか注目しようじゃないかということで、まあ他のレストラン株と同じようにね、大きく下がってきてますけども、で、ジムクレーマーちなみに、もし決算でね、そうか、こいつらポストコビットでダメなのかなって思われたって、自分自身は多分そう思わないだろうけどなと言ってるんですよね。はい、で、火曜日最後なんですけども、セールスフォースの決算発表あるよって言ってるんですよ。他のね、ハイフライングの株と共にね、大きく株価下がってきたんだけども、自分のファンドは持ってるよって言ってるんですよね。素晴らしい利益を出してて、キャッシュフローが素晴らしい会社だと。で、自分くらいはね、自分はもしかしたら、売り浴びせは終わったというか、もうやられすぎだと思うよ、株価って言ってるんですよね。で、まあ、ジムクレーマー。まあ、自分はね、株価8ドルの時から買ってるんだけども。だからちょっとこれ下がりすぎなんじゃないかなと、決算期待したいよと、そういうことなんですよね。はい、水曜日なんですけども、ジムクレーマー、水曜日はいろいろ興味深いよって言ってるんですよ。で、まずね、ダラーツリーの決算発表あるんだと。で、この会社ね、アクティビスト投資家からずっと圧力を受け続けてて、彼らはね、経営力は気に入らないんだけども、だから最近の株価の動きはね、全然悪くなくて、ジムクレーマー、この会社はね、自分は勝者だと思うよって言ってるんですよね。なぜ勝者なのか。それやっぱりね、コビットの時に、その政府からね、一般の人の懐にね、援助金とかいろいろ入ったんだけども、そういうのもなくなって、子供のタックスクレジットも入らなくなって、やっぱそうなると、みんな、より安い店で買い物するようになると思うよと。だからダラーツリー、こっからもいけるんじゃないかってことですよね、100円ショップ。で、それを示すようにね、株価本当ね、好調ですよね、ダラツリーね。この決算どうなのか、ジムクレーマー注目だと言ってるんですよ。はい、で、あとジムクレーマーね、冒頭で言ったように、パウエル議長が下院で喋るよと。でね、利上げの速度とかね、回数についてね、何か示唆することがあるのかどうか、もしくは全然口を濁して終わるのか。ジムクレーマー、自分は何かね、メジャーなポリシーのアナウンスメントをすることはないと思うけども。で、さっきも言ったように、パウエルさんね、木曜日も喋るから、ここ本当注目だよなって言ってるんですよね。で、水曜日なんですけども、さらに、二つの注目決算発表あるよと、オクタとスノーフレークだって言ってるんですよね。オクタとスノーフレーク。もう本当にね、最もバリエーションが高い、そういう類の株たちだと。だからこれ注目だよね、今回って言ってるんですよね。もしかしたらタフかもしれない。ジムクレーマーね、オクタの決算に関してはよくわからないよって言ってるんですよ。ちょっとね、経営陣が入れ替わったり、多くの動きを最近やってるんだけども、それがね、本当にいい動きなのかどうかわかんないなと。まあ、だいぶ落ちてきましたけどもね、こっからどうなるかってことですよね。で、一方ね、スノーフレークに関しては、意外にね、落ちてないんですよね。まあ、落ちてますけども、意外に粘ってて、ジムクレーマー、スノーフレークは、まだまだハイマルティプルを保ってるんだと。で、それをやっぱ支えるのが素晴らしいビジネスモデルだって言ってるんですよね。で、ジムクレーマーね、このね、CEO のね、フランク・スロットマン。今の時代のね、誰よりも会社をね、早く成長させてる。だけど彼はね、イーロンマスクみたいに全然有名じゃないんだと。もうほんとね、イーロンマスクみたいに有名になってもおかしくないぐらいの男なんだよとジムクレーマー言ってるんですよね。彼は新しいクラウドのキングだと思うんだと。スノーフレーク期待したいよと言ってるんですよ。まあスノーフレーク株ね、僕も持ってて、まあ、ここら辺の下落でちょくちょく買いましたりしてるんでね、上がってほしいなと思ってるんですけどね。はい、で、木曜日なんですけども、クローガーの決算発表あるよと。ジムクレーマーね、インフレの加熱は
スーパーマーケットを直撃してるはずだと、このね最も大きなスーパーが何を言うのか注目しようじゃないかってことなんですよね。でこの会社ね、本当にずっとね惨めなパフォーマンスだったんだけども、COVID のねパンデミック中はパンデミックにもかかわらずなかなかね安定した数字を出してたんだと。だからやっぱりね、ジムクレイマーね、自分はねコストの上昇が心配だって言ってるんですよね。インフレの過熱ぶりに対して消費者の満足度がどういう風に変わってんのか、消費者にコスト増を押し付けなかったら、それだったらね会社のマージンが痛めつけられてるはずだし、ここら辺どうなのかなと言ってるんですよね、クローガー。まあ、株価ね結構いい感じですけども、で木曜日ねさらに言ってるのがベストバイの決算発表あるよと。この決算発表ね、前の決算発表は失望を呼んだんだって言ってるんですよね。マージンがねすごい圧力受けてたから、だからほんとねこの前の決算は失望だったんだけども、今回の決算それが良くなってるのかどうか、これ注目しようじゃないかってことなんですよね。でこの会社ね、とてもよく経営されてる会社なんだけども、だけどやっぱね COVID 収まってきてるから、みんなね外出したいのに、そういう時にねやっぱり大きなスクリーンのテレビをねどんどん家に買うかというと、どうなんだろうっていう問題があるよなと。でねここまで大きく株価下がってきたからね、もしね数字が良ければね株価上がるかもしれないけども、ただそういうね時流のこととか考えると、まあ狙う株はねもっと他にあるんじゃないかなと。ベストバイまあ大きく下がりましたからね、もしかしたらね決算良ければ上がるかもしれないけど、だけど他の株狙った方がいいんじゃないかと、今時流的にこの株じゃないんじゃないかということで、もっと狙うべき株、例えばこれだと言ってるのが、同じ木曜日に決算発表があるコスコなんですよ。コスコ、ジムグレイマーね、自分は店自体も好きだし、コスコの決算もいつも好きだし、だから自分のファンドはねコスコ株を長く持ってるんだって言ってるんですよね。持ち株の中でも自分のお気に入りの株だと。でまあ今回の決算ね、メンバーシップ料金の値上げがあるのかどうか、あと特別配当がどうなのか、この2点に注目してるって言ってるんですよね。でもしね両方発表されなかったら、もしかしたら株価ね下がるかもしれないけども、下がったら下がったで、ね、それねなんていい会話なんだと思って、そうまたね自分は買いに行くよって言ってるんですよね。もし決算後に株価が下落したら買うんだと。まあコスコもね安定してますよね。決算発表ほんと楽しみですよね、僕も持ってるんで。はい、で金曜日なんですけども、ジムクレイマー冒頭で言ったように雇用統計の発表あるよと。ジムクレイマー個人的にはね、平均時給がまだまだ伸びてるのかどうか、これに注目してるって言ってるんですよ。でもしね平均時給の伸びがねレッドホットだったら、でしかもねパウエルさんのこの水曜日とか木曜日何喋るのかによるけども、パウエルさんが意外にハト派だったりしたら、やっぱりまたねパウエルさん苦しくなるよって言ってるんですよ。インフレマジやばいのになんでそんなハト派なんだよみたいなことになるから、そこのねパウエルさんが喋ったことと雇用統計の兼ね合い、これに注目してるよってことなんですよね。で金曜日ね、さらになんですけども、ジムクレイマー CNBC インベスティングクラブのマンスリーミーティング、これをやるよと。で今までねマンスリーミーティングいろんなゲスト呼んでて、例えばねフォードのジムファーレーとか AMD のリサスーとかね、そう呼んでるんですけども、今回この人の話を聞くよと言ってるのがデボンエナジーの人なんですよね。今石油業界で最もパワフルな男、そうデボンの CEO のリック・マンクリフだって言ってるんですよ。自分のファンドはねデボン株持ってるけども、ほんとね大きな勝者になってるんだよなとジムクレイマー言ってるんですよね。ですごいですよねデボンの株ね、どんどん上がってますよね、安定してね。でデボンね、去年の SP500 のベストな株だったんだけども、今年もそれ繰り返そうとしてるんだと。そうどうやって本当にできるの、そう思う人もいるかもしれないけども、でもジムクレイマーマンクリフだよって言ってるんですよ。この男すごいんだよって言ってるんですよね。ロシアウクライナの状況で石油どうなんのか、パーミアン盆地は今どんな感じなのか、自分と一緒にマンクリフの言うこと聞こうじゃないかと、そうやって言ってるんですよね。ということでジムクレイマーね、今週も注目決算目白押しだし、でやっぱりパウエルさんが何喋んのか、水曜日と木曜日で金曜日の雇用統計、これが3つが大事だよなと。だから今まではみんなの注目ウクライナに集まってたからも、そのマーケットのね注目がウクライナからやっぱインフレにまた移る週になるんじゃないかと。そうなってくると株価ね厳しいことになるかもしれないから、だから今までの2日間の上がりで儲かった人っていうのは、それをね一部分でも利確する、そういう準備をしておくんだよとジムクレイマー言ってるんですよね。でジムクレイマーのファンドはもはや金曜日にちょこちょこ利確してたと、そういうことなんですよ。はい、ということで視聴者からの生電話を受け付けて銘柄を解説するライトニングランドなんですけども、いくつか見ていきたいと思います。まずシダーフェアは A でということで、
これね、遊園地の会社なんですよね。遊園地とかね、ウォーターパークとか、そういうのをやってる会社なんですけども、これ質問者の人ね、最近こうトーン上がったから、結構儲けたから、もう手放していいってジムクレイマーに聞いてるんですよね。で、ジムクレイマー、いやいや、自分はね、この株好きだよと、まだ売らずに持っとくんだよって言ってるんですよ。もっともっと上に行くと思うよって言ってるんですよね。はい、次。シエナよりはということで、これね、ネットワーク機器の会社なんですけども、ジムクレイマー、自分にとってはこの会社どうでもいいよって言ってるんですよ。なぜならば、シスコ、これ同業のネットワーク機器のシスコの株価、落ちてきて今安いからだって言ってるんですよね。シスコの決算、素晴らしかったしと言ってて、まあ、2月16日に決算ってね、素晴らしくて。だから株価ね、飛んでる感じじゃないですよね、別にね。だからシエナなんか気にする必要ないよと、ネットワーク機器買いたければ、もう自分はシスコに注目すると、そういうことなんですよね。はい、次。ロブロックスはということで、いやー上がってたのにね、ボーン下がりましたよね、本当にね。で、これ質問者の人ね、これね、売った方がいい、もうめちゃくちゃ下がってんだけどって聞いてるんですけども、ジムクレーマー、いやーもうね、今売るにはね、株価低すぎるよって言ってるんですよ。だから我慢した方がいいんじゃないって言ってるんですよね。でね、11月から自分がね、断るごとに言ってきてるように、地合いが変わって、今はね、実際に物を作って、それを売って、利益を出して、株主にそれを還元してる。そういう会社がいいんだとジムクレイマー言ってるんですよ。でね、ロブロックスは、利益を出す部分っていうのと、株主に還元する部分。ここやってないから、だから動きさえないんだよなと言ってるんですよね。はい、次。ハーツは期待するでということでね。これね、大手のレンタカー会社ですけども、これね、COVID の影響で、2020年の5月にね、経営破綻したんですよね。で、そっからまたね、ナスダックに再上場して、で、まあそっから株価ね、結構横なんですけども、ジムクレイマー、新しい CEO がこの男だよなと言ってるのが、ステフェン・シェアーさんなんですよね。で、ジムクレイマーね、この人、ゴールドマン・サックスの CFO だった男だと、彼はダイナマイトだって言ってるんですよ。ダイナマイトのハニーですよ。いいんじゃないですよ。期待しようじゃないかとジムクレイマー言ってるんですよね。はい、次。MP マテリアルズは好きやでということで、これアメリカのね、レアメタルの会社ですけども、これ質問者の人ね、決算予想クリアしたんだけども、ただね、インサイダーは株を売ってて、裁判とかも起こってるけども、どうなのかなと、ジムクレイマーどう思うって聞いてるんですよ。ジムクレイマーね、確かにインサイダーが株を売ってたりするのは事実なんだけども、だからこの2月24日の決算、良かったよなと言ってるんですよね。売上も EPS も大きくビートして、きちんと数字出して、だから株価上がってるだろうと、だから自分はこの会社好きだよと言ってるんですよね。はい、次。クリスパーセラティピクスはあかんでということで、これあれですよね。クリスパーキャスダインっていうね、ゲノム編集技術使ってるバイオテックの企業ですよ。で、ジムクレイマーこの会社ね、多くのお金失ってると見積もられてるんだって言ってるんですよね。こういう株っていうのが今の相場状況では打撃受けるんだと。これはパスしないといけないよと言ってるんですよね。はい、次。ウーバーテクノロジーズはということで、これね、2月9日に決算発表あって、まあでもそっから株価下がってますよね。で、ジムクレイマーね、自分の仕事ね、波乱の時でも人々の富を保つようにして、後期の時には富を伸ばせるようにする、そういうことなんだけども、だからやっぱりね、ウーバーの決算、ジムクレイマー的にはいまいちだったから進めることはできないよと言ってるんですよね。はい、で、最後なんですけども、アッビーはええでということで、いやーほんとね、どうしちゃったのっていうぐらいすごいですよね、アッビーね。どんどん上行ってますけども、ジムクレイマーこれね、上がってるけどもまだ安いよって言ってるんですよ。いい配当持ってるしって言ってて、で、そうなんですよね。配当 3.77% なんですよ。ジムクレイマー、自分のファンドは大きなポジション持ってると。まだまだロングのままだよと言ってるんですよね。ということで今回は以上です。今日も聞いていただきましてどうもありがとうございました。これからもジムクレイマーフォローしていきますので、まだの方はぜひチャンネル登録どうぞよろしくお願いします。よろしければ毎日マットマネーの解説記事が届くメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。今回のメンバー限定動画何だったかっていうと、ラリー・ウィリアムズのチャート解析ですよ。いやー見事にね、今のところね、ボトムつけてますけども、いやーすごいなと思うのと、あとジムクレイマーのね、ファンド、どういう銘柄売買してんのか、もう1週間でね、3回もね、買いました銘柄あるんでね、そういうことなんで、ご興味ある方はぜひメンバー登録もどうぞよろしくお願いします。あとね、サブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。この週ね、何があったかっていうと、1月の英語コーナーまとめ、あとジムクレイマー、保有銘柄数を絞ろうと、で、2月の前半のライトニングラウンドのまとめ、で、ジムクレイマー、時には現金に避難しようと、あと株式市場は戦場だと、タラレバを言うなと、あと下落に常に備えようと、そういうことでしたね。まさにジムクレイマーね、この金曜日にね、ちょこちょこ利確してんのも、下落に常に備えてると、ジムが言ってる通りのことをやってると、そういうことですよね。ということで、よろしければぜひサブチャンネルの方もどうぞよろしくお願いします。最後におまけの英語コーナーです。はい、今回なんですけども、まあ今のマーケット言ってるところでね、
幸運にもこの金曜日ドーンと株式市場上がったけども、でもまだね、株式市場はまだちょっとはオーバーソールドの状態だと。で、不幸にもインフレはどんどん加熱してるんだよと言ってるのがこれです。Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now. はい、そうですよね。Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now. 長男次男どうぞ。Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now.3年前の自分に何かアドバイスできるとしたら何にする？3年前か。もっとサッカーを本気でやれっていうかな。Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now. 3年前の自分にアドバイスできるとしたら何言ってあげる？3年前。3年前。悪いことはやんない。Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now. はい、言ってますよね。で、今回これなんですよね。Somewhat。Somewhat ですよ。でね、このね、Somewhat なんですけども、やや、幾分、多少ってこういう意味なんですよね。要は Somewhat っていうのは、程度が小さいと。そういうことをね、表してるんですよ。で、例えば、I got somewhat tired after doing this work.この仕事をやったからちょっと疲れたよ。そういうことですよね。やや、ちょっとっていうね、程度がちっちゃいと、そういうことなんですよね。でね、somewhat と似たような言葉で somehow っていうのがあるんですけども、 somehow はもう全然意味が違うんですよ。これはね、なんとかしてどうにかしてっていう意味と、もしくはどういうわけかなぜかと、まあ大体こういうね、2つの意味があるんですよね。で、例えば It won't be easy but somehow I will pass the exam。簡単じゃないだろうけども、どうにかして自分はこの試験通りたいと、もしくは Somehow I don't feel great today、 どういうわけかちょっとなんでか分かんないけども、なんか今日ちょっと体調悪いんだよねと、そういうね、どうにかしてとか、どういうわけか分かんないんだけどとかね、こう2つの意味があるんですけども、それが Somehow で、だけど似たような Somewhat っていうのは程度が小さい感じの、ややとかね、多少とか幾分とか、そういう意味なんですよね。だからこの2つね、別に慣れればね、そういう意味だなって思うんですけども、ちょっと初めね、特にこうサムアットの程度が小さい方がちょっと分かってないと引っかかるところかなと思うんで、だからジムクレーマーね、幸運にも今日株式市場上がった後でさえね、市場平均っていうのはまだまだちょっとは売られすぎの状態なんだと。だけど不幸にもインフレが今もうめちゃめちゃ加熱しててスカイハイなんだと、そういうことでしたね。ということで今回は以上です。今日も最後まで聞いていただきまして本当にどうもありがとうございました。 Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now. Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now.3年前の自分に何かアドバイスできるとしたら何にする？3年前か。もっとサッカーを本気でやれっていうかな。もっとサッカー本気でやれっていう？うん。もっと本気でできたと思う。まあ、本気っていうか、もっとサッカーに時間費やせって言ってたと思う。あ、そう。うん。今思うと、もっと費やせたなって思う？うん。もっと費やせたなって思う。あ、そう。うん。もっと費やしたかった？そうだね。うん。じゃあさ、今何か費やしたいことある？ほら。3年後の自分がまたさ、今の自分にそう言いたいなって思ってるかもしれないでしょ、だそう考えて、今じゃあもっとこれできる、もっとこれやっとけばよかったってね、後から思わないようにどうしたらいいと思う？3年後の自分もっと新しいことやればよかったって思うと思うな。思うと思う？うん。じゃあそれ今そのこと考えてなんかやればいいんじゃない？うん、そうだね。新しいことね。何新しいことって？いや、もっとなんかトライする、なんか新しいこと始めてみるとか。あ、今もうやってることのずっと繰り返しだもんね。うん、学校もね、勉強も、うん、サッカーもピアノも、うん、っていうこと？そう、なんかもっとなんか生活にバラエティ入れてって言ってると思う、3年後の自分。3年後の自分が、うん、3年前の自分に今の自分に言ってると思う？うん。へえ、じゃあなんか入れてけば1個。うん、多分前も言ったと思うけど、ギター。ギターただギター弾きたいだけでしょ。うん、そう。別になんかギターなんか誰かに習うとかじゃなくて、自分でなんか時間あるときになんかやってみたいってこと。やってみたいってこと。なるほどね。いいですね。少年っぽいね。ね、長男くんも本当昔からね、
ザ男の子、ザ少年だもんね。いいですね、ギターもね。そう、うん、そうだよ。ちなみにあれじゃない、昨日ギブス取れたじゃん、足の。ああそうだね。どう、嬉しかった？嬉しかったよ。なんか足がめっちゃすっきりした。足すっきりした、うん、そうだよね、よく我慢したよね。お父さん結構感心してたよ。おお、なんかこんな不便なのに文句も言わずに黙々といるなと思ったよ。そう、うん、結構長かったもんね。うん、すっきりした。でもまだ歩けないもんね。まだこれからだよね。あのウォーキングブートってやつで、まだなんか歩けはできないんだけど、まあ歩けるようになるんじゃないかな。もうちょっと足は使えるんでしょ。ちょっとね、ちょっとずつね。うん、でこれからもっとやってったらすぐ歩けるようになってっていう感じなんでしょ。そうで、2週間後にまたサッカーできるかもって。え、2週間後にもできんの？2週間後によかったらなんかちっちゃいギブスみたいのしてサッカーできるかもしれない。本当に、うん、6週間って言ってなかったリハビリ。6週間で、2週間ってあのサッカーをもう一回なんかやらしていいって言ってたよ。本当？もしよかったらね。へえ、じゃあもうちょっとあれじゃない、ちょっとずつ本当使うようにしてった方がいいね。うん、そうだね。 Fortunately, even after today's run, the averages remain somewhat oversold. But unfortunately, inflation is sky high right now. 3年前の自分にアドバイスできるとしたら何言ってあげる ?3 年前。3年前。悪いことはやんない。悪いことやるなっていうの？うん。悪いことじゃあやってきたの？うん。あ、そう、悪いことやんないって言ってあげんの、3年前の自分に。うん。へえ、どんな悪いことやってきたの？なんか普通に悪いこと。普通に悪いことって何？悪い、喋る。喋るの悪いことじゃないじゃん。ランチで。ランチで喋る。うん。ランチで喋るの悪いことなの？うん。え、嘘？ランチ喋りながら食べるでしょ。いや。え？そうなん？うん。あとは？キックする。キックすんの？うん。キックしてたの？うん。お友達に？うん。あ、それ悪いことだね。ファイト。ファイト。いいだね。ひひひ。そっか、で、悪いことすんなってアドバイスしてあげるの？うん。なるほどね。